まあ、とりあえず準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。アジアの初めての決勝、アダルト黒帯での決勝、黒帯ルースター級で、準優勝でした。初めてよね、こういう大きい大会での決勝。そうですね、まずアジアで今まで最高で青帯で3位、茶帯で3位。あ、茶帯で2位か。あ、いや、茶帯で3位。3位、青と茶で3位だって、うん、で黒帯で、まあ、入場したのがまず、まあ、アジア出るのは初めてで、うん、決勝まで行ったのは初めて。もう全日本とかアジアとか含めても2回以上勝って決勝行ったのは初めて。準決勝がかなりの鍵やったよね。そうですね、うん、まあ、結構一発相手がちょっとでかくて、うん、手足長くて、三角ね、三角とか、あと足感が、あ、でも分かっとったもんね。分かったんで、まあ一発に注意して、うん、まあ最初ちょっと三角捕まって危なかったんですけど、うん、なんか初めが 2-2 になって、後半あれ引き込んでなったのが2点になっちゃったんで、先に自分が引き込んだから相手が飛びつきで下になったら2点。あ、そういうことか。なんで最初の2点もそれ。あ、それで 2-2 になってるんだ。そう、俺が上になったけど、うん、三角。あ、そういうことか。こっちからそれ分からんやった。ああ、そう、うん、で、三角が場外出て、うんうんうん、まあ、逃げたわけじゃないから、うんうん、そこで中で仕切り直して、サブミッションの2点と僕のスイープの2点が入った。いや、2点が入ったんだ。で、4-2 になって、かなり相手後半どんどん来たけど、もうあれは時間を見て。まあ、そうですね、まあ、ちょっと本当は、うん、パスできそうなとこがあって、うん、あれでパスリスクあったんだけど、なんかこっちから時間が全く見えんけん、もう最後ほら結構ガンガン来たけん、うん、あ、2回押し出されたでしょ。ああ、あれがちょっと頭打って。あ、打ったと。2回とも頭打ったって。バッティングしたと。バッティングした。あ、もう、まあ、でもまあパスられはしないと思って、うんうん、で、まあ、1回目マイナス来たけどね。そう、で、足感だけが怖かったんで、うんうん、それだけ注意します。下手にね、引っ込もうとして持っていかれてもあれやけど、まあ、だけど、で決勝は、まあ、いつも通り3回目よね。いや、4回目。まあ、今までよりはスコア的には一番近くなったけど、うん、まあ、自分から取った点数が1個もないんで、うん、まあ、差は結構感じますね、うん。まあ、だけど、まあ、決勝まで行ってまた芝本と戦えたのか、また次にも生きるかなと、うん、まあ、多分今回ポイントが54ポイントもらえるんで、はい、うん、え、準優勝でも、そう、まあ、優勝したらもうじゃもっとすごいと。優勝81ポイント。80でも一発でワールドに行けるんだけど、うん、あと30。そう、54ポイントで、うん、どっか行くしかないか。多分ヨーロピアンか、うん、パンかは出れるかもしれない。あ、本当？そうね。これは大きいよね。ちょっと考えてみてください。そう、はい、じゃあそういうことでおめでとうございました。はい、また。